どうも、あいちです。皆さん、勉強机ってどんな感じになってます？まあ、綺麗にしてるよっていう方もいれば、やべ、みたいな。ちょっと汚ねえなっていう方もいるかもしれないんですけど、勉強机見せてくださいとか、どういう環境で勉強したらいいですかっていうのを、まあ、親御さんとかにもね、聞かれることが多いので、今回は自分の実際の勉強机というか仕事机をお見せしつつ、少しポイントをお伝えできたらなと。まあ、みんなもきっと、真似できることだと思うので、紹介していこうと思います。今実際の机がこんな感じです。まあ撮影するってなったらね、若干片付けましたけど、これがね、椅子に座った時の、まあ、実際の自分の、まあ、目線というか、こういう目線になるんですけど、一番のポイントとしては、気が散るものを置かないっていうのが大事です。例えば漫画とか雑誌って、勉強してる途中に目に入ると、あ、そっち見たいって一瞬思ってしまうことってあると思うんですよね。で、思っても別に読まなければいいじゃんっていう方いらっしゃるんですけど、一瞬気がそっちにそれた瞬間に若干集中切れるんだよね。だから、その一瞬持ってかれる、その瞬間さえない方がいいの。だから、できる限りこう視界に入らないようにしたい。余計なものをね。で、例えばさ、これで言うと、今これ嵐の DVD が置いてあるんだけど、これ、ふざけて置いてるんじゃなくて、意図的に置いてるんです。で、これは理由があって、自分嵐がね、すごく好きなんですけど、嵐同世代なんですよ。一番年下の松本さんが自分の学年の一個上になるぐらい。だからほんと同世代で、やっぱり同世代が活躍してる姿ってすごく感化されるの。あ、自分も頑張んなきゃなって思うのね。だから置いてる。これを見ると、ちょっと気が抜けた時とかね、いや、頑張んなきゃって思うものなの。でもこれがもしさ、置いてあって、まあ、他の子がね、置いてあって、あ、見たいって思っちゃうんだったら余計なものなんだよね。隠した方がいいものになる。でも今自分はそうならないのが分かってるから、だから自分にとってプラスになるって分かってるものなんで置いてる感じ。で、ここにね、まあ、自分の本、これプレゼント用のやつなんだけど、まあ、当選者の方ね、あと3人ちょっと連絡ついてなくて。で、この本にも書いたんですけど、実は参考書ってあるじゃん。みんな割とさ、この勉強机の前にさ、参考書置いてる人いません？実は参考書も、条件が条件だと悪影響になるって思ってるの。置かない方がいいよってよく言います、自分は。で、これなんでかっていうと、例えばみんなが定期テストの勉強をしてるときに、じゃあ数学勉強してると、ここでね、数学勉強してるじゃん。その時にさ、英語のマーク一瞬こうやって目に入るでしょ？目に入った時に、あ、やばい、英語もやらなきゃ、みたいな風に思ってそっちに気が散っちゃう瞬間があるようだったら隠した方がいい、それ。受験生が、そう、切羽詰まってきて、まあ、数学、まあ、なんだろう、チャートとかで数学やってると、の時に、ネクステとかさ、英語の参考書が見えた時に、あ、やばい、英語どうしよう、みたいな。数学やってたはずなのに、ここで。英語に一瞬気が凍って、持ってかれちゃうんだったら、絶対ない方がいいの。で、逆に言うと、その、芸能人の写真とか貼ってる子もいるかもしれない。で、漫画とか置いてあっても、それが全く気が取られない。つまり、ただの風景になってるんだったら、置いててもいいんだよね。すべては置くもの、目に見えるものに意味がある、ちゃんと。意味があるというか、そのなんだろう、マイナスの要因がなくて、プラスの要因、もしくはフラットな、さらの風景になってるってなってるんだったら、そういう状況がいいの、環境としては。あとは、これも本の中に書いたことなんだけど、勉強する場所、まあ、仕事する場所って大きく分けて2パターンの、机の場所があって、自分みたいに壁に向かって、こうやって机を置いてる方と、机の前に空間が広がってる方。例えば学校の教室の、学校の先生の教卓のイメージ。教卓がもし勉強机だったらさ、目の前広がってるじゃん。空間と。まあ、みんなの机も広がってるけど。ああいうイメージ。で、どっちがいいですかって聞かれることがあるんですが、これ一長一短です。どっちにもメリットがあるし、どっちにもデメリットがあります。で、よく言われるのは、こういう壁があると余計なものがやっぱり目に入りにくくなるので、集中はしやすいんだけど、疲れやすいって言われます。逆に、広がってる方が開放感があるんで、疲労はしにくい。長時間の勉強とかしやすいって結構言われる。ただ、やっぱり余計なものというか、景色が広がってるので、目について集中がしにくいとも言われてるのね。でも自分が思うにはね、それどっちじゃなきゃダメなんてことはないの。てか、両方選択肢にあっていいじゃんって。まあ、自分も今この机さ、今見せた机は前が壁なんですけど、ちっちゃいね、地べた、床でする机もあって、その時は、
後ろにね、壁に背中をつけて、ここの、まあ、膝のとこにこう、机を置いて、目の前が広がってる環境で仕事したり勉強したりするようにしてるのね。だから、その時の気分に合わせるようにしてる。どっちがいいかなって。選択肢を持つってすごくいいことなの。勉強場所もそう。部屋、自分の部屋じゃなきゃダメとか、リビングじゃなきゃダメとか、そんなんいらないんだよね。部屋でもいいし、リビングでもいいし、図書館でもいいし、まあファミレスとか、まあまあほんと良くないけどね、お店でもいいしって。いろんなところでその日に選択肢を持って、その日ここだったらいけそうだなと思うところでやったらいいと思うんだよ。今回は簡単なポイントだったんですけど、とにかく見える景色に気が散るもの、その自分にとってね、人に言われたものじゃないの。親に漫画なんてって言われても、自分が漫画気にしてないんだったら全然構わないんだって。勉強するのは親じゃないし、先生じゃないから、みんなだから。だからみんなの価値観で邪魔になるものはとにかく見えないところに置きます。今ちょっと見せなかったんだけど、パソコンあるじゃん。普段パソコンで仕事するんですけど、勉強するときはパソコン今下に置いてるのね。下に置いておくの。なんでかっていうと、パソコン見えちゃうと、あ、なんかしなきゃって思うの。メール来てるかなとかさ、編集しなきゃとかって、今勉強してるはずなのに、それ気が散るでしょ。だから極力パソコンも見えないように、まあノートパソコンでね、移動できるんで自分の場合は、まあそういう風にやってますんで、まあ今回のねアドバイスが皆さんにちょっと当てはまるかどうかわからないんですけど、もしよかったらちょっと参考にしてもらって、より良い勉強環境と思います。